東急電鉄、日吉駅留置線の運用が本格的に始まりました。東急電鉄は、今日27日、日吉駅の縦列停車が可能な留置線の手前側の運用を本格的に開始しました。日吉駅付近では、2023年3月に開業する東急新横浜線の工事が進められています。これまで、目黒線の全列車が日吉駅止まりとなっており、引き上げ線が2本設けられていましたが、新横浜線の線路の設置のため、新たに縦列停車が可能な留置線が建設されました。新たな留置線の建設後も、多くの列車がホーム線端部に停車し折り返していました。しかし、新横浜線、新横浜方面の線路に架線が設置されたことにより、エアセクションを避けるため、新たな留置線の運用が本格的に始まりました。東急新横浜線は、2023年3月に開業する予定で、相鉄新横浜線、本線、泉野線への直通運転が始まる予定です。これで、5月27日の KAB ニュースを終わります。